い、始まりました。本日なんですけど、今日はドライブしながらフリマアプリのね、いろいろなエピソード、フリマアプリでこんなことあったよ、あんなことあったよっていうことをね、お話ししたいと思います。ぜひドライブに付き合ってください。皆さんはフリマアプリ利用しますか？メルカリ、ラクマ、ペイペイフリマ、いろいろなものがありますよね。利用したことありますか？え？っていうか、あんまり売らない人もいるか。基本的にめんどくさいっていうイメージもあるもんね。商品の写真も撮らなきゃいけないし、説明文も書かなきゃいけないでしょ？それからやり取りしないといけない。めんどくさい！めんどくさガーリーの方もいますよね。発送もめんどくさいしね。どうやってやるんだろうって思ってる人もいますよね。でもね、フリマアプリを使えるのは本当に強い。フリマアプリがあれば、もちろん買い物の失敗はしたくはないけど、もし失敗したとしても、フリマアプリを使って売れば、リサイクルショップなどに売るよりもね、店舗に持ち込むよりも、やっぱりね、高く売れたりします。なんでそういう現象が起きてくるかというと、リサイクルショップなどに持っていったらわかりやすいんですけど、売る側は買取相場が低い。全然高く売れない。それを感じていると、売れる金額のハードルってのはかなり下がっているんですけど、買う側の人はお店に置いてある商品と比べてくれるから、そんなに不備がなければ、やっぱり売れるんですよね。買う側もお店と比べれば安いですからね。お店だって買い取った後に金額を上げて販売するわけですからね。売る側としても買う側としてもね、もうウィンウィンの関係なんですよね。ウィンウィン！売る側にとっても買う側にとってもいいのがフリマアプリ。だけど時々嫌なことがある。人と人とのやり取りですからね。いろんな方がいます。定期的にちょっと引っかかることがあるから、やっぱり継続的にフリマアプリをやったことがないんですけど、定期的にやめてはまたハマり、定期的にやめてはまたハマる。そんな感じ。僕の場合はね、こんなことがありました。なんか商品の不備。それはね、買う側として時々あるんですよ。一回あったのが、なんかね、合皮会って感じなんですけど、合皮のレザージャケット、フードがついてパーカーになってるんですけど、それをね、購入したんですよ。そしたらね、めっちゃペリペリなってたんですよ。合皮がめくれてたんですよ。説明文に書いてなくてね、説明文にちゃんと書かないのはなしでしょう。状態の部分がやや傷や汚れありとなっていても、いくらなんでも説明文に書いてよっていうレベル。脇のところもペリペリ、まあ袖口もペリペリしてたかな。あと一番驚いたのがさ、このフードの下のところ、背中の部分、その隠れてるところもペリペリしてたのよ。ペリペリを隠してた。パッと見全然気づかないんですけどね。袖のペリペリも裏の方にあったし、脇もね、こうやって締めてればわかんないし、背中のところはフードで隠れてるでしょ。わかんないんだけどね。いやでも届いたら見るでしょ。時々妥協してくれるかなみたいな状態で送ってくる場合とかもありますね。これは売る側としても注意したいポイントですね。ちゃんと不備があるなら説明文に書く。これは必要なことですね。フリマアプリは結構汚れとか傷とかがあっても、それでも売れる。まあ金額が落ちてないと売れないけどね。でもそうすれば売れる。それもね、買いたい人がいるってことはいいことなんですけど、割とフリマアプリドリームっていう感じなんですけどね。なんかすごいダサいな。時々思ったより綺麗なものが来たりしてね。そういうこともありますね。あとは一回スヌードを買った時に、おしゃれなちょっとくすんだブラウンの色だったんですよ。写真を見たらね。だから、うわ、これいいな。色も完璧。そうやって思っていたんですけど、来てみたらめっちゃ赤ちゃん。ちょっとね、アイコンとかを見ると、ちょっとインスタ女子みたいな感じの子で、加工しちゃったのかな？いや、それ見抜けっていう話かもしれませんが、リアルなアプリで撮ってはいるんですけど、その後に編集してるんじゃないかな。だから、パッと見の写りはね、本当にリアルなんですよ。だけどちょっとね、色味をね、変えてると思う。サイドとかをいじっちゃってんのかな？写真の色味が違うってのはちょっとビビるな。まあ、多少の誤差だったら僕だって許しますよ。それ許容範囲があるからね。だけど全然違う。赤ちゃん。もうフリマアプリにとって写真ってのは命ですからね。貴重なというか重要な情報源ですからね。商品のリアルを伝えなきゃ。傷や汚れがあったらその部分の写真も撮る。説明文にも書く。それは徹底しよう。まあ返品すれば済むことなんですけどね。もうちょっとお互い手間だしね。あまり良くないよね。それから売る側でもめんどくさいことがありますよ。iPad を売ったんですけど、まあある程度は答えるんですけど、もうなんだろう、その商品の説明？もうさ、Apple の人間じゃないんだから、まあ商品のことっちゃことなんだけど、もう Yahoo 知恵袋じゃないんだからさ、このアプリ使えますかとか、いや、わかんないこともあるよ。あなたが調べるか、僕が調べるか、どっちが調べるかだけ。
け。まあある程度答えるけどね。高校生みたいな子で購入ボタンを押してからね、配送までの日数みたいのを書いているのに、早く送ってください、早く送ってください、え、こっち4日から7日みたいに書いてるよ。まあそれでもすぐ送るんだけどさ、早く送るバッチももらってるしね、そんぐらいすぐ送るんですけど、ものすごいせかしてくる。そんなら買う前に言って、売るのやめるから。それで iPad を指定で送ったんですよ、この時間からこの時間っていう感じで。そしたら興奮してるから追跡でかなり見てたんでしょうね。なんか追跡がまだなんですけど、あと少しなんですけど大丈夫ですか、ちゃんと届くんでしょうか。いや、それは配送業者のサイトの問題でしょ。私は黒猫か、佐川か、郵便局の人間か。それでその時間だったらしっかり届いてた。こっちも追跡してたからね。全然穏やかに取引できなかった。もうそうなったら評価はね、うん、即購入も嬉しいんですけど、売る側としてはその人の感じってのを掴んでからね、この人に売りたいなと思いたいけどね。まあアプリの使用上そういうことだけでもないですけどね。僕が購入者でやり取りをしていた人の中で、結構かしこまった、言っちゃうと機械的な取引メッセージの部分でそういうやり取りをしてくる人がいたんですけどね。丁寧な言葉でという感じ、まあ、人間っぽさはないんですけど、まあね、それも一つの手なんだろうなと思いましたね。その方はかなり取引をしているし、変に感情を出すよりも本当に業者として丁寧な言葉でしっかり決めて、その方がいろいろなお客さんに対応できるかな、逆に不満に思わせることはないのかなと思いましたね。ああ、これもうまいやり方だなと思いましたね。前僕が美容室の開業の仕方みたいな本を売った時があって、もうすでに安かったのに値引き交渉をされて、もう300円ぐらい、もう100円ぐらいしか売り上げないよ。だけどコンビニには送りに行かないといけない、手間もかかってるよ。そういう感じでまあいいかと思ってね、売ったんですけど、まあ買ってくれたのは嬉しかったんですけど、取引メッセージがめっちゃタメ語。ありがとう。え、いつ頃送れる？あ、このぐらいです。あ、そうなんだ、よろしく、この野郎。まあ別にいいっちゃいいんですけど、売上金が少なかったから余計に手間と不満しかない。なんか売らなきゃよかったと思っちゃいますよね。まあいいけど、素人のやり取りだし、まあ売る側も買う側も普段の言葉を出さずに、まあちょっと機械的にやるのも手かなと思いますね。その方が当たり障りがないかもしれない。まあでも今回すごい悪いエピソードばっか言っちゃったけど、もちろん気持ちいい取引の方が多いですよ。買う側も売る側も売って評価の時に一言添えることができるんですけど、いい商品をありがとうございます、思ってたよりもすごい良かったです。基本的に僕はハードルを下げるタイプだって、その方が来た時嬉しいじゃん。言っても中古だし、ちょっとハードルを下げています。この夏いっぱい来ますとか、この冬いっぱい来ますとか、いや同じ人、同じ人に売れた、季節をまたいで、まあフォローしてもらったりしてお得意様みたいになったりね。自分が大切にしていたもの、ちゃんとお気に入りだったものが、今は趣味が変わったりライフスタイルが変わって必要なくなってしまった。でも誰かのお気に入りになる、こんな素晴らしいことありますか。我が子が旅立ってそれが大切にされている、また活躍の場がある、素晴らしいじゃないですか。喜んでもらってさ、僕は結構物に感情移入しちゃうんですけど、あの子たちこの子たちとか言っちゃうんですけど、今もどこかで活躍してるのかなと思うとね、嬉しいですね。もしかしたら売られちゃってるかもしれないけど、皆さんもぜひフリマアプリに挑戦してみてほしいです。あんまり売ったりしたことないよ、そういう方もいると思いますけど、売る選択肢があるというのは不要品が出た時にとても有利に働きます。捨てるか残すだったら残す方に行ってしまいますからね。皆さんもきっと物に感情移入してると思うんですよ。それは捨てるから嫌なだけ。売ってどこかで活躍してくれると思えば、これならよく思えたりします。案外売るのも買うのもめんどくさくないですよ。売る選択肢を持つためにも、高く売れる、売ることが気持ちよくなる、持ち物を気持ちよく手放していけます。写真を数枚用意する、そして説明文も必要なものをちゃんと書けば大丈夫、逆にそれだけでいい、そして発送も簡単、コンビニから24時間発送もできるし、店員さんも教えてくれる、多分。結構お願いしますみたいに常連かと思われる場合もあるかもしれませんが、でも最初だけ一回やってしまえば楽です。ぜひ皆さんもフリマアプリを利用してみてください。ハマるかもしれませんよ、お金貯まっちゃうかもよ。ぜひトライしてみてください。はーい、これでおしまい。